リバティ島はアメリカ合衆国のアッパーニューヨーク湾にある島である。自由の女神がある。旧称はベドロー島である。1956年にアメリカ合衆国議会の決議によって公式にリバティ島という名称になった。しかし、リバティ島という名称自体は20世紀前半からすでに使われていた。リバティ島は連邦政府の領土で、 国立公園局が管理を担当している。マンハッタンのバッテリーパークやニュージャージー州、ジャージーシティのリバティステートパークからフェリーでこの島に来ることができる。リバティステートパークから約600メートルの距離にある。一方、バッテリーパークからは約2.6キロメートル離れており、ジャージーシティの方がニューヨークよりもリバティ島に近い。 また隣接するエリス島からはおよそ1 6トルの距離にある。島を取り囲む水域はジャージーシティに、島自体の行政区はマンハッタンに属するニューヨーク市の飛び地となっている。国勢調査局によるとリバーティ島の面積は59,558平方メートルである。1937年に、 フランクリン・ルーズベルト大統領の国時代2255によって、この島は自由の女神ナショナルモニュメントに登録され、1966年にはアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録された。2001年の同時多発テロ事件以降、アメリカ沿岸警備隊に24時間体制で警備されている。ヨーロッパ人がハドソン川川口に入植してきた17世紀、アッパー。 ニューヨーク湾の西部には、干潟がいくつかあり、レナペ族のカキの採取場となっていた。道潮時にも海に沈まない島がいくつかあり、そのうち三つの島は、ニューネーデルランドの入植者たちにオイスター島と名付けられた。特に、リバティ島は、グレートオイスター島、エリストは、リトルオイスター島と呼ばれた。以降ほぼ三世紀にわたってこの辺りでカキが豊富に採れたが、 20世紀に入ると、道路建設工事で生じた土砂で、海岸線を埋め立てたため、下記の巨場は消滅した。1664年に、オランダのフォートアムステルダムがイギリスによって陥落した、後、ニューヨーク植民地知事リチャード・ニコルズはこの島を、キャプテン・ロバート・ニーダムに与えた。1667年12月23日、この島は、アイザック・ベドロへと売却され、 さらに1732年にはニューヨークの商人アドルフ・フィリップスとヘンリー・レンにゴシリングで売却された。これらの所有者が移る間、ニューヨーク市はこの島に天然島検疫所を一時設けた。1746年、アーチボード・ケネディはこの島を買収し、夏の別荘を設けた。1753年の広告にはこの島が レンタル可能であることが記述されている。1756年、ケネディはこの島に、再び天然島検疫所を設ける許可を出し、1758年2月18日には、コーポレーション・オブ・ザ・シティ・オブ・ニューヨークがこの島を、ペスト施設として利用するため、1 0 0ポンドで買収した。アメリカ独立戦争へとつながるイギリス軍による、ニューヨーク港の占領時に、 トーリー島の避難者たちがこの島に住み着いた。1776年4月2日、これらの家はすべて焼き払われた。1800年2月15日、ニューヨーク州議会はこの島を連邦政府に譲渡した。これは軍事要塞として用いるためであった。この島の11の角を持つ星型の城壁は1806年に着工し1811年に竣工した。 米英戦争の後、1813年のエリー、鳥包囲戦で命を落とした EN、エリザー、D ウッドの名前を取り、この要塞は、フォートウッドと名付けられた。1886年、フランスによって、アメリカ独立100周年を記念し、自由の女神がこの星形の城壁の上に建てられた。1916年に創設された、国立公園局によって、 この島の一部分が1933年に、残りの部分が1937年に取得され、管理下に置かれた。1944年には、すべての軍事施設が完全に解体された。ありがとうございます。